ヘロー、いつみ、はい、2022年5月の25日でございます。はいね、結構ねかっぱ橋人いますね。うんね、うん、その向こう側にはね焼け岳、なんか噴火レベルが2に上がったって、うん、言ってますけどもね、なんか入山規制がかかってるということでね。はいはい、画伯も今年もお元気で真っ赤な服着てねやってますね。はい、結構人いますね。なんか修学旅行で来てるのかな、うん、それもあるんだろうけど、はい、ぐるりとね。あ、青空もちょっと見えてきた。さっきまでねゴロ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 雷鳴ってたんだけど、うんねえ、ちょうどこう新緑がねこう綺麗ですね。はいね、はい、こちらはね、3年間お世話になった御先祖ですね。ね、ご先祖。ね、はい。はい、実はね、今日はちょっと、重要なお知らせがございます。実は5月の11日から23日まで、ちょっと松本に、降りて、会津病院に入院してました。まあ会津病院はね、2年前にアキレス菌来た時にもお世話になったんですけれども、ちょっとね、10日の晩にね、なんかこう急にね夜中こうこの溝口がこう痛くなりましてね、でもちょっと我慢できない痛さなんですよ。もうシクシクとかそういうレベルじゃなくて、こう鈍痛がゾーンとこうしてて、でまあもう朝までまんじりともせず、でまあ翌朝一番のバスでね降りて、でそのまま間駆け込んだんですね。まあそしたら即入院ということで、そこから12日間もう缶詰状態になりました。で、病名はねこれ胆石だ、多分その転がった時に石がこう詰まっ石も転がってね、胆管に詰まっただと思います。で、まあ、こちらの方の処理はとりあえずその入院で終わったんですが、その際いろんな検査をしましたね。そしたらどうやらその、まあ、盲腸の部分、はじめ虫垂炎かと思ったんですけど、盲腸のところにもなんかちょっと炎症が見られるよと。でちょっと腹水もちょっと見られるということで、まあ、そこからちょっとこういろいろこう検査を始めまして、まあそしてまあいろいろこう検査していくうちに、大腸に腫瘍があると、大腸のその盲腸の部分にその腫瘍があるというので、内視鏡検査をして、でそしたらあったんですね、腫瘍が。でまあそれ細胞を取って、また3日ぐらいしたかな、そしたらどうやら悪性だと、まあ、がんだということが分かりまして、でまあまあそれもちょっとこう進行の早いタイプのがんだよということで、まあまあとりあえず胆石の方の治療が終わって23日に、おとついですね、退院をしまして、でまあ昨日一日様子を見て、で今朝こっちの上高地上がってきましてね、でまあいろいろとちょっと今温泉ホテルさんの方とお話をしてきて、でまあこれからちょっと治療に専念したいということで、お暇いただきました。
で、まあ、あのこれからあのまた下段してアパートに戻ろうと思ってるんですけれども、まあ、あの今シーズンねちょうど5シーズン目を迎えてね、あのお客さんもねあのこういう風に戻ってきて、あの、うん、よしやるぞと、まあ、ちょうど1ヶ月くらい前ですもんね、まだここのこなしであの穂高に乾杯ってね動画を撮ったんですけれども、まあ、ちょっとこうそういうちょっと事情であの、うん、5シーズン目はちょっと無理ということになりました。はい、まあ、これはそれでもう仕方ない、あの、まあ、むしろねその胆石なかったらわからないよね、あのもっと進んだ状態でっていうことにもなりかねなってたんでしょうね。ただねやっぱりもう全く自覚症状ないんでね、もう痛くも痒くもないわけですよ。まあ、ちょっとね、まあ、ノーチェックで、うん、まあ保険の方にはね、まあ、たまたま入ってたんで、まあ当面それで、うん、あと年金もちょっとね前倒ししてもらって、まあ、それで生活の方はなんとかなると思いますんで、まあ、とりあえず、残念なんですけれども、上高地を後にします。まあ降りてまたまあ通いでねしばらくの間は治療をするんで、まあ、その合間を狙ってまたガチンコ冒険塾が続いてやっていこうと思っておりますんで、まあ、一応そのことだけご報告をしていこうと、思います。はい、じゃあまあ、そういうことになってしまいましたけれどもね、まあ、これからも、ぜひ一つ、末永くお付き合いくださるようお願い申し上げます。はい、それではよろしいですね、いつもの通り、頑張りますよ。3、2、1、再チェーン、リチェット。